まあこれ僕らが出資するのってこのスタートアップモデルっていうところに出資するケースが多くてこれがあのリスクマネーっていう僕らが言う投資あの借り入れじゃなくて投資でえっと赤掘っても一気に成長しますよっていうモデルあ面白いやっていてまあ普通のいわゆる会社さんだとスモールビジネスモデルって言ってえっと事業をやって借り入れしてまた伸ばしてみたいなこ,うこの波の繰り返し。 うんそうですね。やって事業をどんどん成長させていくモデルと、まあ、あとはそのベンチャーモデルって、まあ、ちょっと10年、20年前ぐらいのベンチャーさん、いわゆるそんなにリスクマネーがいっぱい入ってない、僕らみたいなファンドとかキャピタルがそんなにいない頃の、まあ、事業会社さんだと結構営業力があってやって、一回借り入れがずっといったので、あとはもう事業、ガンガン営業して成長するみたいなモデルですと。で、今回いうスタートアップモデルでいうと、シードっていうところから、 えとシリーズ A、B、C みたいな形があって、うん、それぞれがその事業規模であったりとか事業の段階っていうのに、うん、えっとがありますと、ね。こんな、まあ、感じですねシードの段階であるとまだ人材採用とかまだ事業をこう作ってる段階っていうんですかね。はあなるほど。 ビジネスがどういうふうにしようかな構想だとか、まあ、そういった、まあ、例えばサービス系だとアプリを作ってるとかまだきちんとビジネスとしてはローンチしてないみたいなところはシード系うん、うん、でアーリーになってくると、まあ、それがリリースした後に市場間でこうなんだろうな評価を受けてって、まあ、いいサービスなのかとか評価されるのかとか、まあ、価格帯がどうかとかみたいなのを検証してってでこれがマッチしてきた時に いわゆるプロダクトものが市場でこうあとはお金かけてったらマーケティングコストかけたら伸びるよねみたいなのがミドル段階ああなるほどなるほどなのでこ,のなここで大型およそおよそうまくいくかどうかも見えてる感じですかねこの辺になってくると、まあ、変まあ強行とかも入ってくる可能であるのでその辺のリスクはありますけど、ね、まあコストをかけた時の成長がある程度見え始めてるのがこの辺。 で、まあ調達したのガーッと踏んで、一気にあとは成長するために、こう、マーケットトリーグみたいなのが、まあ、レータシーで、あと IP o で。まあ、段階で言うとこんな感じですかね。うーん。シリーズ A、B とあの、あとこのシードアーリーミドル、レーターって書いてある、まあ、これが紐づいてるようなイメージなるほど。へそうなんですね。でも、ある意味で、その、 なんだろうなミドルまで来れば、比較的こう出資のイメージってつきやすいのかなと思うんですけど、うん、シードっていうのは、なんか比較的アイデアベースっていうところな感じもしていて、うんうん、適当にこうアイデアを言えばお金もらえるのかなみたいな分かんないけど、もちろんね、<あ>事業計画とっていうところがあると思うんですけど、もうそうそうもで。でもある意味、すごく危険な段階というか、なんかまねされるというかね、例えば変な話、うん、こうアイデアベースなわけだから、いろいろ情報が漏れたら、 他の会社がやっちゃうんじゃないかとか、うんうん、なんかその辺もドキドキな段階の気もするんですけどね。そういう意味ではリスクは高い状況なので、リスク高いから入れるとあの、バリエーション低く入れられるんで、上がった時のリターンもでかいっていう、うん、そのリスクとリターンのこうバランスですかね、そうですね なんかキーワードで、えーっと、ちょっとね、実はチャットの質問でも来てるんですけど、はい、そのバリエーションっていう言葉これって何でしょうか。基本の質問をね、多分ね、あの一旦はあのいろいろ知ってる方は知ってると思うんですけど、うん、改めてこの辺はね、ちょっと確認したいなと思ってるんですよ。うん、そうですよね、そうですよね。はいえっと、バリエーションの、まあ、基本的な考え方で言うと、まあ、ちょっとこれを。お出た <laughs> 出<た>細かい細かい数字の資料が <laughs> 好きなやつでしょ <laughs> そうですね私は好きなやつなですけど <laughs> そうそうようやく来たたかみたいな、ね、<laughs> <laughs> 例えばまあ創業する時例えば資本金500万円で創業しましたと、うん、その時の株価が1,000円ですとこれがいわゆる創業の時の株価ですよね、うん、経営者が出してるでこれがえっ、ー、とバリエーションってつくと例えば1年後資金調達、まあ、1年経って半年ぐらい経った時に 投資家からお金を集めたいっていう時にバリエーションというのをつけて、うん、えっと一株を二万円でファイナンお金を集めますよと。なんでこれ二十倍になってますよね。二十倍ですね。すこれがバリエーションですね。うんうん、でこの二十倍になる根拠っていうのをまあその事業計画であったりとか成長の内容だとか、まああとは今これ出してたのが変なし四倍三万二十三十倍ぐらいになって上場した時には帰りますよみたいなその説明。 うんうして納得してもらって集めるっていうのがこの段階。ああ、なるほどなるほど。そういうことですね。で、最後のゴールの時に、この出したのが何倍になるかで、投資家の人たちは出資すると。確かに。と、えー、いうところが、まあうん、変な話、ここ20倍だけど、結果的には30倍で帰りますよっていう説明が、納得すれば出してもらえる。 そほどそういうういことにななってるわけですねそうなんですまああとは当然このバリエーションっていうのがかかってこないと、うん、最初の創業者の方の株の持ち株比率が維持できないので経営的判断がきちんとできないと経営としては切りつくなるので、まあ、その辺を考えながらこう最終的に自分のシェアどうするんだっけみたいなのでこう資本の政策を立てていくっていうのが。はあ。なるほど。 なんか普段生きててね、資本政策とかってあんまり考えないと思うんですが <laughs>、でもこういう,う IPO とか、上場を考えた上でまで、こういう誰かに出資してもらうだとかえいうふうになってくると、やっぱりこの辺の資本のバランスというか、基本は50%以上、もしくは3分の2以上ですかね、ある程度、やっぱり持った上でそで、ある程度経営判断が自分で全部できる段階で、やっぱりやっていった方が、それはやっぱり判断はしやすいですよね。 うん。なるほど。ちなみに、えっ、ー、と、こうベンチャーキャピタルお金出して。その、うん、実際、えっ、ー、と、株のシェアが、まあ,あ、る意味で50、50%を超えてしまうこととかってあるんですか。あります。あります。全然あります。あ、本当ですか。その場合は、<あ>えっと、ある意味決定権とかって、どう、どういうふうになるんですかね。会社の経営の。決定権で、ね、うですね。はい。えっとー。 ベンチャーキャピタルが会社を所有するみたいなそんな風にもまあ一社でまるまる持つケースはそこまで多くないんですけど、うん、結構そのベンチャーキャピタルのなんかちょっと古いというか前のベンチャーキャピタルの会社さんだと結構そのシェアを比較的取っちゃう会社さんも当然いてですねへーあそうなんですかあのまあ経営者の方もどっちかというとその経 なんかまあ、知らないからっていうとそうなのかもしれないですけど、うん、あんまりそのお金出してもらうことに対する方が欲として強くてですねああなるほど。そうういいするんだったら応援してくれて意見も言ってくれる株主が入ることをよしとする経営者も当然い,い,いらっしゃるので<ー>その場合は、えー、っと VC 側が結構ハンドリングしてシェアを取っちゃってみたいなところもなくはないです今あんまり多くないですけど。 うんへえそういう会社もあるんですね、なんか怖くないんですかね。僕も自分だったら絶対そんなにシェア出さないですけどうんあの、どうしてもその事業をやりたいけどお金が用意できなかったら当然そういう方もいらっしゃるっていう。うん、ああ、なるほどねそん、それだけお金を出してほしいというか、事業の方を優先する方ははははいはいはい、はい から。